はい、おはようございます。ジョーでございます。今は火曜日の朝です。早い時間ですよ。まだ7時ぐらいです。喋ると怒られるけど、急いで喋ってきます。急いで喋って今日も一日頑張ります。いっぱい動画も上げていきたいと思ってます。だいたい今の流れで、まだまだ続いて伸びません。まあそれはそれで自業自得なんでいいですけども、そこからちょっと離れて褒める話とかもしていかないと、人を褒めたり、まあロコインさんこの間やって振り切ろうとしたんですけど、あの子はすごいっていうネタを出したんですけども、そういうネタを本当にやっていきたいなと思ってるんですけど、まあああいうメールが来たりこういうことがあったんで、こういう状況に陥ってます。日々考えるのは、なんであんなことするんだろうといつも考えながらやってます。誰がさせてるんだろう。周りはバカばっかりなのかな。止められないのかな。周りでいろんなこと言ってるか。ああいうわからない子があんなことをするんだろうな。あれはバロメーターですよ、あなたたちの。あのあれはあなたたちのメッセンジャーです。バロメーターっていうのかな。今日の一曲じゃないですか。はい、言ってきた。もうこれは終わりましょう。終わって母ちゃんも怒ってるって。面白くない。特にあの人面白からないんですよ。私のネタとか、私の家族ネタとか、あんまりいいことないんで。だからせっかく伸ばしてきたのにっていう、あの人も自負してる。あの人も伸ばしてきてる。一緒に苦しい中立ち上げてやってきて、 YouTube やって、いろんなことを忘れられて、 YouTube のおかげで楽しい皆さんと出会って、リスナーさんがいてそこに参入してくるバカがいる。これで勝てるわけないじゃないですか。この YouTube に僕の名前に入ってきて、ああもし入ってきたらやらないですけど、消せばいいだけの話ですから。ああいうコメント、三角さんもありましたかって言ってましたけど、消せばいいんですよ。見えないように、できますから。私が、私自体、まあやってきますけども、今お客さんです。それで母ちゃんが頑張って、顔がめちゃくちゃ出るんですよね。顔がめちゃくちゃ出て、どうしたらいいのか、癖がなんないんですよ。これは父親と譲りです。うちの父親はいつも緊張するとやるんですよ。小さい頃から見てたんですよ。あれが映ったのかと思います。まあこれがさておいて、今日はですね、いろんな褒める選択肢いっぱいあるんですよ。僕はいろんな人の見て、 YouTube も見て、いいところ抜き取って自分で YouTube 作ってるつもりなんで、いいところいっぱい見れるんですよ。私は追っかけなんかしないです。追っかけられたい方に追っかけっていうですね。まあこれもまたあんまりおしようけど、あの人たちやってるんです。追っかけばっかり。うちのあの人もですよ。あの年でここに子供がいてもやってますよ。かわいい、かゆい。それで追っかけられた方です、自分が。だから YouTube やってます。だってあの人知ってるよって言っても面白くないですか。僕大学の時がそうでしたよ。ずっとクラブとかああいうところで働いて、僕を知ってるよって言ってくれる人たちがいて、その人たち見るのが好きだったです。あの人をその知ってるよっていうのじゃなくて、知ってるよって言われる方が好きだったです。だからあの人たちは知ってるっていうのが好きなんですよね。俺はだって言われて、なんでそこに行くんでしょうね。面白くないんですよ。だから今日は知ってるよっていうことで、知ってるよでその人は知ってないんですけど、褒めたい人が褒めながらまたそこに行くとこもあります。そこに行かそうと思ってます。褒めながらその話に結論は結びつくと思います。なぜなら面白いじゃないですか、いろいろ YouTube って。ですね、私前に知り合いに有名人がいた人っていう動画を流してるんですよ。まあ小林さんの弟が正人だったとか、いろいろ話してるんですよ。いっぱいいたんですよ。まあこれだけ営業したり、いろんな人と出会ってればカラスがないと思うんですけど、いっぱいいて、その中で面白かったことを抜き取って話してる動画もあるんですよ。見てください、見てください、聞いてください。で、その中の福留孝介さんを今日お話しします。福留孝介さんが偉いっていうのですね、今回の
お話ししたいのは、最初からいきましょうかね。私が鹿児島で営業してたんですよ。で、車乗っけて、垂水フェリーってあるんですよね。桜島フェリーってますけど、私はもう垂水の方で長い方を走って、反対にして垂水の方に着いたんですよ。まああれはうどんが美味しいんで、食べたんですよね。で、着いて、そこから走っていくと、鹿児島の仙台にあるプラステ台場っていうのがですよ。あの鶴のマークの、マッチのマークみたいなやつ。あれが鹿児島で強いんですよ。太陽さんの次ぐらいに強いんじゃないかなと思うんですけど、仙台の方にいっぱいある泉とか、だから泉だから鶴かもしれないですね。今考えたら鶴のマークの方丸なりじゃないです。台場です。和です。台場ですと思うんで、プラステ台場、あれは垂水県なんかその辺にあるんですよね。北部、北昇さゆりの地元だと思うんですけど、神谷県かな、そのあるんですよ、そこに。そこの台場に、仲良くなった人がいて、総菜の人で。ずっと喋ってたんですよね。普通に仲良くなって、今日はこれ納品します、こういう新商品ができましたって、あの会社の、僕もまだ営業してた頃なんで、駆けずり回って、こういう唐揚げを作ったら美味しいですよ、このあんかけ美味しいって説明したら、もう、熱心だったんですよ。今日は何持ってきたんだって聞いてたんですよね。ある時行ったら、その人が、精肉コーナーにいたんですよ。牛肉のコーナーに。なんで総菜の人が牛肉で言うんだって、刺しの入った牛肉を包ましてるんですよ、綺麗に。で、持ってきたんですよ、総菜のコーナーに。包んだの。で、どうしたんですかって。まさかこれ弁当に使わないですよねって。いや、息子に送るって言ったんですよ。めちゃくちゃいい肉ですよ。もう何万でしたと思うんですよ。払ってましたから、万札を。で、なんでこれ息子に送るんですかって、なんか、あったんですかって言ったら、息子がお世話になった監督とかいて、めちゃくちゃお世話になって、もう自分は答えられないから、お肉でも。鹿児島の黒毛和牛とか、いいの送ってあげたいって言ったんですよ。で、子供も牛肉好きだから、食べるから、一緒に送るって、子供用と2つ。でも子供用も、いい肉だったんです、サシの入った。もう何万使ってるか分かんないぐらい、肉だったんですよね。それで、これ子供にもったいないんじゃないですかって言ったんですよ。その人が言ったのは、この子供はこの肉よりも稼ぐからって言ったんですよ。なんか使わないですよ、僕言ったんですよ。子供がこの肉を稼げるって、今から高校生なんですよねって、お世話になってる監督がいるって言ってたんで、大阪って言ってました。で、稼げるわけないって言ったんですよ。で、もう俺できるのよ、冗談で大きな声で言ったんですよ。大きな声出たんですよ。私結構大きな声出すんで。で、稼げない稼げない、こんな肉稼げないって。僕もサラリーマンになって親なんかにこんなんって言ったら、ちょっと来てって言ったんです。いや、その時に、まず最初に、親にも出せない。僕は沖縄に親がいて、沖縄出身だったのって、あの時は気づいたんですよ、その人が。沖縄出身だったのって言って、沖縄ですよ、前から行ってなかったですかって、知らなかったって。沖縄出身だったんだ。じゃあちょうどいい。バックに行って話しましょうって言ったんですよ。バックヤードがあるんですよ。バックヤード行ったんですよ。連れられて行って、牛肉持って。私ももう一つの牛肉、結構大きかったんですよ。その人が大きいの、私も大きいの持って。後ろからついて行って、バックヤードに行ったんですよ。そこには、サーターアンダギーがあったんですよ。あんた沖縄だよねって。よく沖縄の人って言ったらサーターアンダギーもらえたんですよ。いろんなところで。これいっぱいありますから、この話もしてきますけども。サーターアンダギーの話いっぱいありますよ、沖縄で。あっちこっちでもらいましたから、私。それで、この、サータンダギを食べながら話してるときに、実はね、うちの息子はね、今から城山観光に行って、何月何日に、その野球の人が来て、その、なんていうんですか、あれは。これ、野球に今から選手になるから、どっかのお話があって、スカウトが来てるって言ったんです。そんなスカートが来るぐらいの野球選手がこんなにいないですよって冗談で言ったら、いや、ここにはいないですよって。うちの子供は PL で4番打ってるんですよって。知らないのって。私も知ってるって言ったんですよ、あの人が。知ってますよ、福留さんですよねって言ったんですよ。福留って聞いてから、なんか思わない？わかりません。僕野球全く音痴だったんですよ、あの頃。それで、音痴だったのはいいんで、わからないでいいんですけど、もう別にどうでもいいやみたいな感じで普通に話して。
それでもその親は沖縄に遠征っていうか、まあ、沖縄も野球強いんで行ってたらしいと、その久留米さんの子供が。そしたらお母さんに、沖縄は飛行機で降りるときから、あの瀬中島のとこ見たんでしょうね、海がとっても綺麗で、お母さんに絶対に見せたって、お母さん連れてきたっていつも言ったらしいんですよ。行くたんびに、でサーターアンダギーとか買ってきて、あのさんの先はどうか分かりますけど、持ってきたり、チンスコを買ってきたり、食べ物持ってきて、僕が偉くなって、僕が強く、なんかいろいろ活躍したら、お母さんを真っ先に沖縄に連れてきてって言ったんですよ。その後はハワイに行ったみたいですけども、あの、それで城山観光とかに行って、このスカウトの人が来てお話しして、契約金が決まったら、こんなもんは、もう、こんなもんはもうすぐ帰るって言ったんですよ。何言ってるの、このお母さんはと思いながら、営業所に戻ったんですよ。営業所に戻って、なんかうちの僕の得意先で、福留さんって言って、他のお母さんが、ガタイのいいお母さんがいて、あの子供が野球やってて、城山観光ってホテルがあるんですよ、一番いい。あの西郷隆盛が眺めたみたいなとこあるんですよね、そこに桜島も見える。そこへ行って、あのスカウトが来て、監督とかいろいろ来て、契約するっていう話があるけど知ってるって言って、え、福留孝介さんでしょって言ったの。そうそうそう、福留さんですって。福留さんってお母さんが言ったんです。知らないのって僕に言ったんですよ。知らないって言ったんですよ。だからもうみんな結束ってやってて、何ですかね、これも知らないでよくこう鹿児島で生きてきたなみたいな。もう鹿児島ではもうスーパースターだったんですよ。まあ沖縄でも私が分からなかっただけなんですけど、それでもう行くたんびにまだ分からないふりして、あの分かっているふりしたらもう話してくれないかなって言ったら、また呼ばれて、今度はなんかチンスコーとかいろんなもの来て、あの他の人が旅行で行ったらこれをもらったって食べながら話してて、小さい頃はね野球が下手くそでね、私が野球上手かった、ガタイのいいお母さんなんですよ。もう何て言うんですかね、失礼かもしれないですけど、本当に子育てのために、子供を育てるために一生懸命頑張って、自分の身なりなんか考えてない、いけたおかしいですよ。そのぐらい、何か普通お惣菜のおばちゃんって化粧いっぱいやって髪もきれいにして、まあ歯もなんか今はもう金歯入れてるかもしれないとは、もう全部全部なんかそういう感じで、もう子供を育てるために必死で生きてるんだなこの人はっていうような、子供のためにもう食べるものも食べないで、両親で、両親だと思いますよ、やって、でお母さんはキャッチボールしたら、ある程度5、6年ぐらいかもうボールが取れなくなった。もうそれでも無視、あ、まあなんていうんですか、やってできなかったからバッティングさせたらしいですよ、打つ素振りとか。そしたらこの少年野球の人たちがものすごい、この子は素質があるで、PL に生かしなさいってお母さんに言われて、その PL で開花したらしいですよ。で PL で監督が良かって、よくって、この PL の指導が良くて、あの子は伸びたってお母さんはずっと言ってるんですよ。だから感謝して、あのステーキ、あの肉ではもう感謝できないって言ってました。で送って、私はこのことから何が言ってるかって言うとですね、あの福留さんって分かんないし、今何があるか分かんないですよ、山川さんとかいろいろ、いろんな人がどうなってるか分かんないですよ、福留さんがどういう方向に行ってる。でもあの親から育てられて、多分素直で真面目でいい子だと思いますよ。大谷さんもそうだと思います。親がしっかりしてると思います。イチローさんも父郎さんいるじゃない、まあカズさんでもスポーツやってる人みんな親がしっかりしてますよ。親が変、長島でも一茂さんの子供は立派になったじゃないですか。親がしっかりして、親がきっちり育てて、やった子たちっていうのは、もう親の宝ですよ。親の評価ですよ、あれは。僕はあのお母さん、ものすごい評価してますよ、今でも。で、他の店舗に移った時も、ここにいるからね、来てねって話して、あのもう移ってたんですよ。あまりにもこう人が来るんで、そこの店舗だったんで、センターの、これはなんていうんですかね、ジャパンファームって肉屋があるんですよ。そこのセンターの入り口の店舗を任されてるんですよ、お母さん偉くなって。で、行ったら、またそこで、その沖縄のお菓子があって、何か食べなさいって食べさせてくれたんですよ。で、また長い子試しして、よかったねって、その時はもう知ってるふりしたんですよ。よかったねって、今からの活躍が楽しみです。最近見てください。まだ福留さん出してますよ、なんかの。
今日も言ってましたけども、大谷さんと福留さん、まだ出てきました。そのぐらい立派な人だったんです、あの人が。私が見た。今はどうなってるか分かりません、ね。もう金ピカかもしれないですよ。あの頃はそう思えないですよ。うちの母ちゃんみたいな、今の母ちゃんみたいな感じですよ。何振りかまわず、エプロンも汚いまま、頑張ってるじゃないですか、あの人。あの、母ちゃん、ミスエプロン、汚いよね、あなたのエプロン。あんな感じでした。だから子育てする自分の身なり、私もそうですけど、あんまり必要ないですよ。子供が育って、子供が身なりですよ。自分の子供が自分の衣装ですよ。育てばですよ。だからなんで結びつけてますけど、僕を育てないのかなと思うんですよ。ずっと小さい時から、あの中で、あの一族の中で、あの人の兄弟の中で、いろいろ失敗やらかしたり、いろいろやったり、今のところ僕が一番上だと思ってます。誰か出してきてください、この子すごいよって。いないです、いないと思います。私は弁当屋で、あの人たちがやってる商売の中でも一番長ければいいってもんないんですけど、我慢してやってます。誰も助けません。まあ悔しいんでしょうね。悔しくてやってると思います。見てて聞いてるらしいですけど、聞いててくださいよ。誰か出してください、この子すごいよって。いたら連れてきてください。いませんよ。もしいたとしたら親の鏡ですよ。親の鏡って言うんですかね、なんて言うんですかね、親から受け継ぐことですよ。親から受け継いだものでやってるだけですよ。僕親から受け継いでませんか。ここ親父がそこの水直したら、親父が水のあれを前から言ってますけど、そこをやったぐらい。あとはお金はいびられてます。ちょっと借りたお金は返せ返せ。だから言ってる以上は親はしてませんと思います。貸しただけ、うるさいから貸しただけ、うるさいから貸したから返せ。何が違いますか。福留孝介さん稼いでますよ。親が託したから稼げたんですよ。親の気持ちが入ったんですよ。気持ちが入ってこないのにうまくいくわけないじゃないですか。その気持ちはマイナスで入ってくるわけですから、全てあのバカを動かして、あのバカにも注意もできないで、おやべ、また長い。もうこれね、福留孝介さんは僕の周りですごかった人っていうことで終わらない。これね、やばいです。長すぎに熱持ってきて、もう本当に火傷つくの熱持ちます。なら結びつけました。ありがとうございました。